完成だ。オーダー通り埋め込みタイプで、大きさは小指の先程度。遠隔操作も可能。ただし耐久性にはやや難があって、こまめにメンテナンスしてやる必要がある。上出来だ。とはいえ、復讐の拳の設計には目を通したし、可能な限りの調整はしたんだけどね。それでもこんな生物兵器は人類史上初だろうし、部分的にはまだまだ不安定なところもあるから。いや、前にも言ったが、完璧である必要は。一度性能テストをしたらどうだい？幸いにも被験者はまだ残ってるわけだしね。シュヌメ、なんて被験者を使う。それが何か。どうせ彼らは消耗品。そうだろ、ヒーマー。君もロバナも彼らを生きて返すつもりはないはずだ。つい先日まであんなに親しげだったじゃないか。お友達ごっこにはもう飽きたのか。そういうわけじゃない。ただ僕自身、自分が消耗品じゃないって証明する方法を持ち合わせてないからね。君を敵に回してばかりじゃ身が持たないって話さ。君の代わりがそう簡単に見つかるようなら、こんなに苦労しなくて済むんだがな。いずれにせよ、ロバナが何を考えているかわからない以上、状況を変えるのは君にも私にもできないだろう。無駄なことはやめておけ。このままではどうなるか分かったもんじゃないと思うけど。そんなの分かってるさ。実験は午後3時からだ。人選は君に任せる。設計図を見た限り、復讐の拳のテストをすれば、実験に参加した者は全員一瞬。しかも不名誉なことに、人選はまた僕に委ねられたわけだが、不安にさせてもしょうがないから黙ってたけど、ヒーマは抜け目がないからね。ぶっつけ本番はまずありえない。それでいて蛇みたいに執念深いから、実験は成功するまで続くはずさ。かといって、成功したら成功したでどうなるか。つまり様子見になった俺たちは口封じで。いや、決めつけるのは早い。何かの気まぐれで解放してくれるかもしれないし、むしろそれを信じておとなしく待つのも悪い選択じゃない。シンプルな2択かな。1、失敗を繰り返して時間を稼ぐ。ただしこちらの戦力は減る。2、時間は稼げないけど1回で終わらせる。戦力は温存できる。ちなみに僕は2の案を押すよ。実験後、僕の方でヒーマの注意を引きつけるから、君たちはクマルと一緒に脱出ルートと必要な物資を確保するんだ。口封じをされる前に全員でここから逃げ出せば、こちらの勝ちだ。ならそれで行こう。どっちにしろチャンスは一度きりだ。で、俺たちはそのテストで何をすりゃいい？単純な話さ。今からちょっとしたゲームをしよう。点数が大きかった人から順に実験に参加する。それにあたって僕から一言。
敵がその拳に復讐を宿すなら、君たちは怒りを胸に宿すんだ。どんな化け物相手だろうと、どんな最後を迎えようと、戦え。君たちのその意志でヒーマの支配に抗え。20番アジム、以上20名前へ。いいのか、彼らは死ぬぞ。さてどうかな。効果は薄れてるだろうけど、強化剤を打ってるからね。それにこのくらいの方があれとも対等にやり合える。対等にやり合って勝つのはどちらなんだ。失敗を望んで実験する科学者なんていないよ。なら始めよう。武器を配れ。これは実験で使う道具だ。好きなものを選ぶがいい。何人生き残ると思う？考えるまでもないさ。戦力に差がありすぎる。始めろ。くそ、慌てるな。ひとかたまりになれ。守りを固めるんだ。予想通り、まるで相手にならないね。エイジムも投入するかい？ああ、やってくれ。面白くなってきたぞ。見ろ、この圧倒的な力を。こいつを止められる者などいるものか。それはどうだろうね。モディファイアとプロフェットなら勝てると言いたいのか？プロフェットは前にもその名を口にしてたけど、ロバナみたいな存在のことだよね。ああ、やつは自分をそう言っていたが、君らは何と呼ぶんだ？知能種ビスベインかな。いや、でも僕が言ったのはそういうことじゃなくて、まだ気づかないのかい？復讐の拳の反応、少しずつだけど悪くなってる。考えられるのは神経制御ユニットの質。とにかくもっといいものを取り寄せないと。この状況は命令を無視して動き出した。これも君の言う素材の問題。いや、そんなことより今すぐあれを止めるんだ。仕方ない。戦闘ならいつでもできる。まだ僕はやれる。
実験は成功。つまり君たちの仕事も終わりってことだ。騙しやがったな、この人でなし。何人が犠牲になったと思ってる。でも君はこうしてまだ生きてる。素直に喜んだらどうだい。さて、用は済んだし、さっさと見せるよ。目障りだ。お元気の力、思い知れ。元気全開、滅んでしまえ。これは打ち上げか何かかい？聞いたぞ、ここの食事に文句をつけてたそうじゃないか。文句はつけたけど、こんなものと比べたらよっぽどマシさよ。味はしないけど、その分体に悪いものも入ってないからね。それでやれることは全てやった。なのにいつまで僕を閉じ込めておくつもりだい？君の復讐が果たされるまで。そう慌てるな。強化剤の改良、神経制御ユニットの開発、君の功績は大きい。当然悪いようにはしない。ロバナが君の処遇を決めるまでは少なくとも自由だ。自由か。被験者たちとは無縁の言葉だね。さっきはためらいなく彼らを殺させたくせに、今さら同情か。いや、実験は終わったことだし、彼らとはもう無関係だ。残った被験者たちをどうしようが、僕は一切関知しない。ただ可能ならアジムだけでも殺さないでやってほしい。マハメルに合わせる顔がなくなっちゃうからね。そんな心配しなくても、君がマハメルの人間と顔を合わせることはない。それを言ったら君には僕を殺す理由もないはずだよ。何度も言うな、私は殺したりしない。だが問題はロバナだ。奴は君を旧敵として見ているようだし、このまま無事に逃がすとは考えづらい。それこそマハメルに戻るなんて希望は捨てた方がいい。あいにく僕はペシミストじゃなくてね。ってそういえば最近ロバナを見かけないけど、彼は今どこで何をしてるんだい？さあな、私には関係のないことだ。この後に及んでとぼける必要はないさ。何より君も分かってるんだろう。僕らの命は奴に握られてる。知能手ビスベインにとっては自分以外の存在なんて全てが消耗品みたいなものだからね。それは奴が私を殺すと。はあ、彼には君を生かしておく理由がない。むしろ僕も君もこの工場の秘密を知りすぎた。奴にとってはリスクだろう。
君が工場の秘密を知った僕を逃がさないように、ロバナもあの地下施設を知った僕らを逃がさないだろうね。殺される、大いに結構。それで何か問題が？自分の命よりも復讐を選ぶか。でもそれこそ結果として君から復讐のための時間を奪うことになる。本当にそれでいいのかね。仮に私が殺されても復讐の拳は止まらない。何よりあの強靭な装甲を見ただろう。一体誰に止められるというんだ。クマルか、どうした？そんなバカな。愚かさとは他人から映るものらしい。